はい、今日はありがとうございました。オンラインも毎度のことながらいろんなハプニングもあって、しかし大丈夫ですか？今つながってますね。今止まってる。あ、本当止まってた。まあそういうこともありましたね。そういうこともあるけども、やっぱりこうコロナでね、私たちいろんなこう一緒に集まって一ところに集まっていろんなことをやるっていうのがなかなか制限された期間も長くあったと思うんです。そういう時に山部の皆さんとはですね、オンラインで国会報告会を何度も開いて、その時々の国会の様子などを共有してきました。そしてコロナがちょっとこう収まってきた、いろんな行動制限が緩和されてきた中で、いざ選挙に向けてということで、また現地でも集まって宣伝もしながら一緒にやっていこうということで、こうなんていうかな、こう一緒に会えない時も なかったんですけども、だけど共有もしながら、政治状況も共有しながら、そして一緒にやっていこうというふうに今動き出したところだと思います。本当に選挙まで短い期間しかありません。もう駆け抜けるっていう感じになると思います。そして大激戦ですので、どの党もしのぎを削ってきます。当然なんですけども、しかしこの選挙がその先の、3年間国政選挙がないかもしれないと言われているその期間に、どういう日本に、あるいはアジアに対する、向き合い方にさせるのかという、重大な岐路にあることは間違いないと思います。でこの時にやっぱり私は平和の選択をしていきたいというふうに思いますし、暮らしに希望が持てる選択をしていきたいと思います。そのことを多くの人と一緒にですね、共有できるように、呼びかけていけるように頑張りたいと思っています。来週、再来週とまだ国会もあります。国会質問にも、かなりまだ立つことになると、立たされるって言いかけましたけど、回ってきますんでね、回ってきますんで、国会質問も頑張りたいと思いますが、ぜひそれにも注目いただいて、そして 今のこの国会で政治が何を言うのか、政府が何を言うのかっていうことは、それそのまま次の、参議院選挙での審判の材料ですので、ぜひそれも拡散いただきながら、政治を変えるムーブメントを一緒に起こしていきたいと思っています。どうかよろしくお願いします。頑張ります。それでは会場の皆さん、今から宣伝場所に移動しますので、ではズームの参加の方、どうもありがとうございました。またありがとうございました。ぜひ応援してください。ありがとうございます。はい、では皆さん早速